はい、どうもこんにちは。今日はですね、OBF で買ってきたものを紹介と思うんですけど、まずこちらですね、としあき様が発売されているマインダー。なんでこれが売ってたんだろうっていうね、ちょっと謎があるんです。いいですよね、としあきさんのこのデフォルメ化されたウルトラマンとか怪獣たち敷き詰められてるわけですよ、こうやってバーめちゃくちゃいい。しかもこれ300円だと。開けますと、なんとこちらダークロプスのね、ダークロプスゼロのシールが入ってまして、これはね、めちゃくちゃ可愛くてかっこよくて、やっぱり入ってるの知らなくてね、普通にただバインダーに釣られて買ったんですけど、これ入ってるっていうの知らなくて、ラッキーって感じです。ウルトラ戦士バトル VLC、ダークロプスゼロ。ビゲル銀河帝国がジョーを模して作り上げたロボット兵器ダークロプスのプロトタイプで、実験中に故障し、宇宙を漂流していたところをサムの星人ロディアに回収され、態度を施された。イラストグリーンハウス。裏面にもイラストが敷き詰められています。オーブが見るってことかなり新しいですね。オリプロマイターこれもね、売ってたんですよ。前にジャンボベースとジャンボ9はあったんですけど、オリプロファイター持ってました。これもね、安かった。300円くらいで買えたんじゃなかったかな。めっちゃ安い。これ違う、108円だ。これが手に入るっていうのはすごいですよね。最近、つぶやプロのヒーロー、アルジェンボーグ、レッドマン、グリッドマン。ものすごいです。ぜひトリプルファイターも何かしらね、あればいいなと思うんですけど、ね、今日はこんなゲームタワーでした。それでは、ご視聴ありがとうございました。デラキュラスチャンネルは Twitter もやっております。関連動画はこちら。チャンネル登録、コメントもよろしくお願いいたします。ということで、以上デラキュラスでした。バイバイ。